ははいこんにちは野圭介です今日はパワーウェイトレシオについての解説になります。はい、PWR って、まあ、書いたりするんですけど、パワーウェイトレシオですね。これはまあ読んで字のごとくなんですけど、そのパワーと重さの比のことを言います。はい、でパワーと重さの比って、 えとまあ、だからパワーと重さというか体重ですね、自分の体重です、これ、機材の体重を入れないことが、まあ、一般的、まあ、ロードバイクの中ではよくあることなんですけど、まあ、実際、山を登ろうと思うと、その自分のパワーと、あと体重と機材を合わせないと、まあ、意味がないと思うんですけど、まあ、なぜかこの指標が使われているところって、ちょっと見たことなくて、まあ、普通あのこう、こうですよね。あの パワーと体重だけ、機材の重さは使わないんですけど、これちょっとなんでなのかあの、もし分かる方いたら教えてください。僕はあの機材と体重を合わせた重さじゃないと意味がないと思うんですけど、まあいいや。ということで、はいまあ、パワーと体重の比で、まあ、これってあの速さを測るための一つの目安になるのでよく使われ、えー、とますね。まあ、つまり軽い割にめちゃくちゃパワーが出れば、それは速いよねっていう、そういうことなんですよ。 でまあ、例えばこういう場合、どっちが速いですかって言ったときに FTP が 300W の人と 250W の人だとうん、これだけだと 300W の人が速いかなって思うんですけど例えばこうだったらどうですかね、体重が片や7 0キロ片や5 0キロだったら、まあ、これだったら、まあ、分かんないですよね、まあ、あの平地だけじゃなくて上りもあったら絶対こっちの5 0キロの方が速いし、まあ 全く上りがないコースって多分ないと思うんですね、アップダウンがあったり、あと加速するときとかも50キロの方が加速しやすいし。と、えー、いうことで、えーまあ、パワーウェイトレッシュにしてみるとこっちは4.3で、FTB が250ワットの人は5ですよね、じゃあどっちが速いのということで、上りだったらこっちの方が速いかもしれないし、まあ、平坦しかなかったら300ワットの人が速いかもしれないんですけど、まあ、という具合に一つの目安になるわけですよね。はい で当然あのパワーが出るかどうかっていうとこれ体重が結構あのかかってきます体重が重い人ほどまあ、筋肉がついているので当然パワーは出るわけですだからまあ7 0キロと5 0キロだったら、まあ、大体の場合は7 0キロの方がパワーが出たり、えー、としますでパワーウェイトレシオに直すとまあ、この数字が大きい時は体重の割には大きなパワーを出すことができるっていうのでまあ どんな時に有効になるかっていうとやっぱりこれですよね特に、えー、ヒルクライムですよね、まあ、重力に打ち勝つためには体重が軽いわにパワーが出るともうスイスイ登れるので、えー、これがいいわけですあの意外とですねあの自転車に乗っているとあの体重の軽い女性とか、まあ、あるいはまあ男性の方でもめちゃくちゃ体重が軽くて。 えー、あまり筋肉がついてない,ないなっていうような方がひょ、えー、一気にひょろひょろと,スーとですっ、ね、と山を登っていったりして減ることがあったりして、まあ、僕はついていけなかったりすることもあるんですけどというようにヒルクライムとかだと、まあ、パワー絶対的なパワーっていうよりはパワーウエイトレシオを見れば、えーまあ、一つの速さの指標になる、えー、わけです。まあ、これどれどくらいのの数字になるのって、まあ 気になると思うんですけどこれ完全にこれ僕の主観なので、まあ、ちょっとあの、まあ、こんなもんかと思って見てくれればいいと思うんですけど、えっと、ロードバイクを始めましたみたいな時はまあ、大体これくらいかなと思います。まあ、3は多分なんかうんいかないかなっていうところですけど、まあ、2とか、えー、から2にしておきますか。これはい えですね、ででただ、このあたりの数字ってなかなか測らないと思うんですよね、ロードバイクを始めた瞬間に、じゃあ FTP 測って、それでパワーウエイトエースを出しましょうかっていうことは、多分あまりないと思うんですよ、まあ、分だい大体これくらいだと思いますで、ちょっとトレーニングしてきましたっていうと、3を超えて、3.5ぐらいになったり、で、結構トレーニングをしたら、4ぐらいになってきたりします、4とかを超えてくると、やっぱり結構早いっていう感じになってきますね。 で特に5を超えてくるような、まあ、トップアマチュアとかだと5を超えてくるぐらいですでさらにプロだと5.5とか6とかなんですけど逆にこの辺りもですねまただ,だんだんデータがなくなってきてプロってあまりこういうデータを公開しなかったりするんですよね、まあ、その公開すると多分この自分の力がばれちゃって逆に相手に作戦考えられちゃうとか、まあ、そういうことがいろいろあって。 だと思うんですけど、プロって逆に公開してないから、まあ、推測にはなっちゃうんですけど、まあ、これくらいですね。さすがに7とかはなかなか行かない、プロでも、ね、いかないと思うんですけど、まあ、これくらいです、6くらいっていうパーウェイトレシオだとこれくらいになります。はい、ということで、今回はパーウェイトレシオについての動画でした。FTP じゃなくてパーウェイトレシオンで、かなりヒルクライムの力っていうのは測れてくるので、参考にしてみてください。以上です。